ちっちゃい子、よく俺とかを見かけてさ、指さしてさ、何やりみたいな、やってくる。そういうさ、場面に結構遭遇するんだけどさ、めっちゃ可愛いなって。車椅子に乗っているこの男性、明るい髪に派手な服、風貌そのままに電動車椅子ヤンキーというキャッチフレーズで SNS で活動しています。前転性多発性関節拘縮症、俺の体について。まあ手はこんな感じだ、この形、まあ、全力で手上げてもこんなもんだな。俺の場合は右と左に下がって左の方がちょっと高えな。うん、足はこんな感じで。配信している動画は主に生まれつきの自身の障害について、生活で困っていることなど身近な問題を定期的に発信しています。はい、これが俺の体、俺はそういう人間だ。ブンブンブン。こんにちは、よろしくお願いします。あ、こんにちは、 STV の森永と申します。はじめまして、電動車椅子ヤンキーのモンちゃんです。よろしくお願いします。ブンブンブン。札幌市中央区に暮らすモンちゃん、家の中でもこの電動の車椅子を使って移動しています。まあ、関節がちょっと固まっている、可動域がもう自力ではこれが限界だったりとか、肩もなんかもう上げたとしてもなんかこんなもんとか、いろいろ関節が固まってるみたいな感じですかね。先天性多発性関節拘縮症という、生まれつき手足の関節が変形してほとんど動かせない病気。3000人から5000人に1人の割合で発症すると言われていて、はっきりとした原因は分かっていません。歯磨きや着替えなど、生きていくために必要なほとんどのことはヘルパーの助けが欠かせません。そんなもんちゃんの仕事はホームページ作ったりする、まあ、プログラマーみたいな感じですね。パソコンの前で行っているのはホームページの作成。もともとは市内のウェブ制作会社に勤めていましたが、家で一人でも働けると4年前に独立しました。みんな10本に分散してやるわけじゃないですか、キーボードがダラララって。それが一本指なんで、この運動が激しいんですよね。例えばこう打っててデリートがここって遠かったりするんで、人一倍時間のかかるキーボードの入力。そんな中でも合間を見つけて行っていることが、嫌だったら友達だってしなくていい。 SNS で配信するための動画の編集です。自分の病気をみんなにも知ってもらおうと培ったスキルを生かして去年から本格的に始めました。できないことばかり数えるな。できないものはできない。お前にできることは何だ。字を書く。タイピング。てことでもんちゃん、日々アップデート。ブンブンブン。何気なく始めた配信ですが、瞬く間に多くの反響が。同じ病気を持つ子どもの母親や介護従事者などから数々の応援コメントが寄せられていました。電動車椅子ヤンキーっていうキャッチフレーズで、まあ、やってる部分はあるんですけど、面白いけどみんなに伝わるよみたいな。今でこそ伝えたいこの病気、そんな気持ちとは裏腹に悩まされた過去もありました。うまくいかないというか、コミュニケーションあんま取れなかったんで、その当時は周りの友達とかと。なので中学の時の友達とかはほぼいないですね。小樽で生まれたもんちゃん、6人の兄弟に囲まれ大家族の中で育ちました。しかし物心ついた時にはすでに車椅子での生活。年を重ねるにつれ周りとの生活の違いが受け入れられず、孤独な日々を過ごしました。まあ、特に母親っすよね。はい、なんか、なんか母親にすごいこう暴言をめっちゃ吐いてたというか、お前のせいでこうなったんだとか、なんか なんで俺なんか産んだんだみたいなことを多分ね、日々言ったと思うんですよね。もうちょっと絶対楽しめたはずなのになとか、なんで勝手に壁を作っちゃったんだろうなみたいな後悔があるって感じですかね。関節の疾患を専門とする
北大病院の小野寺先生です。手首や足首の関節が非常に硬くて使いづらいような角度に曲がってしまっているような病気です。皮膚の拘縮も非常に強くて普通の方を治療する方法ではなかなか太刀打ちできない病気です。この病気は治療の難しさに加えて家族や本人の精神的な負担が大きいといいます。周りがしっかりとサポートしてあげてその子だけが外れてしまうっていうことがないようにしっかりバックアップしてってその集団の中にしっかり溶け込むようにある程度してあげるのは大事かなと思います。そういうのはやっぱり行政だとか教育、まあ、もちろん医療も含めての役割になるかなと思いますけど。今月もんちゃんが向かったのは大通公園のオータムフェスタ。小さい頃は外出するにしても人目を気にしていましたが出会ったヘルパーにも恵まれ今では外で食事をとるのが日課です。出かけない日がない。私といるときに手足使えなくても別に他の人と変わらない感覚でいられる。あれしようこれしようみたいな。行ったことないとこ行くって言って私が連れてってもらってるみたいな時もあるし、まあ、自由に行きたいというのはずっとあって、まあ、だから不自由が故になおさらそういう気持ちが強いのかもしれないですけど、だから俺を見てそういう人たちも外出してくれたらいいな。お邪魔します。乾杯。乾杯。乾杯。別の日、もんちゃんを囲んでいたのは同じように手足などに障害があり車椅子で生活している友人たち。目的はもんちゃんの誕生日祝いです。もんちゃんがやりたいことをやってる方がさ絶対さいいじゃん。そうだね。自分を貫くじゃないけどさ、ね、そうね、やりたいことを取りたい動画を撮ってるだけだから、うん、それがめっちゃみんなさ見たいわけ。もんちゃんが発信している動画はここでも話題に。みんなの刺激になっているといいます。すすきのに飲みに来てるサラリーマンみたいな人とかちょっとこわもての人とかからもすごいめちゃくちゃ喋りかけられてるから、そういうなんか面白さがなんていうかな、これまでになかった感じっていう。こちらの女性は生まれつき手足に麻痺があるケイちゃんです。もんちゃんの活動をきっかけにSNS で動画の配信を始めました。いらないドキドキをとびっきりのワクワクにっていうテーマでやってます。お寿司をうまくつかめなくて、でそれをなんか前から練習してて、で今は食べれるようになったよみたいな、諦めなかったらこうなれるみたいなことを載せましたね。もんちゃんの自由に生きていきたいという強い思いは少しずつ周りにも影響を与えていました。もちろん嫌なこととか辛いこと悪いこともあるんですけど、こういうやつもいるんだなみたいな、そういう俺目線だから分かる、俺だから感じることをそのまま伝えていくような発信をしたいかなと思います。電動車椅子ヤンキーもんちゃん、自らの思いを今日も発信しています。